皆さんこんばんは。こんばんは。HPG キャップ関の石原です。で今日のゲストは深村道夫先生で、主に縄文と縄文の前後の旧石器、それから弥生の始めでも主に縄文が多いんですよね。調査はそうでも旧石器もで今日で今日はここで生まれたので、ここで三鷹でやるので、この辺の東京近辺の縄文遺跡と旧石器時代、特に小平市の一番東には鈴木遺跡があるので、鈴木遺跡のある鈴木遺跡と武蔵台遺跡について、何回もほとんどずっと通ってるらしいので、それについて少し若干旧石器時代のことも、私たちの住んでいるこの東京、私たち埼玉の人も違う県の人もいると思いますけども、この辺で、のことについて、最初は鈴木遺跡と武蔵台遺跡について、その後要するに我々というか武蔵野陣ですね、が何をたここまで避け上がってきたんだんですね。そういう、海が近く、もっとこっちに来てたので、からもう一つは、僕のがカヌーをやってるということで、東京湾の奥の方にあった、5000年前の丸木船とか干し貝とか塩作りについて話していただいて、最後に2000年前だと弥生が始まって、弥生人が渡来人があんまりこっちの方がほとんど来なかったという話ですが、とか菰作りが遅かった、九州か近畿の方はやってたけどこっちの方が遅かったとか、そういうこの土地に根ざした話をしていただきます。なんて言ったらいいですかね。私ずっと仙台に20年いたんで、70ぐらいになりますとオバンデアスって言うんですよね。わかります？オバンデガスオバンデアスって言うんですか、オバンデスネって言うんですが、そういうことは分かる人いますか？分かる。そうですか。北海道に。北海道はね、遠く北陸の人がいっぱい行ってるんで、20年、小学校3年から高学年の頃、私の生まれは、新潟県の高田って分かります？もうだいぶ前に上越市ってなったんですけど、その高田の生まれで、学校に行く途中に図書館があって、スイッチ入ってない。図書館があって、でそこに3冊考古学の本がありましてね。で、その前にだ。小学校3年生の頃、裏山に、縄文遺跡がありまして。でそこをその学校嫌いだったもんで、その遺跡、縄文の遺跡に通って、山学校をしたんですね。学校嫌いだったんですね、すごく。それで、学校帰ってほっとして、その山学校しに行くと、そこに縄文の遺跡があって、で遺跡ってどうして分かるかお分かりですかね。今東京に住んでると遺跡、身の回りにいっぱいあるんですけど、遺跡って実体イメージできないでしょ。私たちよく質問されるんですけど遺跡ってどうやって見つけるんですかって聞かれるんですけど、誰か分かります？貝塚も遺跡の一種でありましてですね。で、貝塚でもいいんですけど、貝塚、ここ貝塚だって分かるのはどうしたら分かると思います？貝塚はね、地上に貝殻が出てるんで、白い花びらが広がったように、
その貝殻が表面に出てるんですね。で、あ、この下には貝塚があるなって分かる、うん、つまり貝塚、貝とか海のものをたくさん食べて生ゴミ捨て場としての貝塚を作ってるん でその中の貝殻がこう耕したりすると地方に出てくるわけですよ。そうすると貝が目立つんで、あ、貝殻が散らばってるこの範囲は貝塚だなって分かるんですけどね。でも普通、海辺でないと貝塚は作れないんで、こういう武蔵野台地みたいなところで遺跡探すとしたら、はい、公共工事とか大型工事で地面を掘ると大体なんか出てきます。はいはい、府中とか、はい、それは工事が出てきて私たちそういうものを保存しようとする人間にとっては大変困るんですよね。工事出てきちゃった時に止めて遺跡を守れ、残してくださいなんて、これはとても言えないことなんで、私たちは工事が来る前にそこに遺跡があったら困るなということで事前に遺跡探しをするんですよ、うん、で今、うん、だからそれはもう御殿に待ってるんです工事出てきて初めて遺跡だと分かっちゃ困るんで、それはあらかじめ遺跡だと分かってればそこで地中深くまで掘るような工事はしないでくださいとお願いできるんですよね。それ急に出てきてもうみんな設計図もできて、ね、ここにビル建てるんだ、道路を引くんだということが分かってる時にそれが出てきて遺跡残せって言われてもそれはねダメでしょ。そうするとどうしたらいいかというと、その時に初めて壊される前に工事をしようということになるんですが、それも完全に後手に回ってましてですね、その前に遺跡ってできるだけ事前にどこからどこまでが遺跡の範囲ですかってことを調べておかないといけないです。それにはどうするかって話です。で、今それがなかなかできなくなったんで身の回りに遺跡がないような錯覚持つんですよね。例えば私今、私杉並の縄文人と言ってましてですね、この本は縄文人からの伝言という本なんですけど、私荻窪に住んでて、もう26年ぐらいになるんですかね、仙台からこっちに来て、とにかく今モットーは縄文人になりきろうということで、なりきろうということで、自分が縄文生活を体験しつつなんとか縄文人の心、縄文人の生き様を、自分なりに理解したいなと思って、やってます。それはいいんですけど、何でしたっけね。あ、そう遺跡を、遺跡ね、あ、それでそう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 、で俺は大規模に住んでるんですけど身の回りに遺跡ないですね。もうそこから銃でこう発掘じゃないや工事してるんですけど、普通遺跡ってね、縄文時代の遺跡だとまあちょっとぐらい出てくるんですよ。でさっき貝塚のことを言いましたけど、だいたい下に埋もれてる土器や道具ね、当時の道具類、まあ土器や石器なんですけど、それがこう工作で上上がってきてるんですよ。そうすると俺たちはいつも下向いて遺跡を探すわけですわ。そうすると、あ、この下に、あ、ここに縄文時代の中期の、今から5000年前の土器が出てるから、そしてそれはここからあそこまで出てきてるからこの下に縄文の村が埋もれてるなっていうふうにして遺跡探してるんです。この話ばっかりしてると全然面白くないですから面白くないでしょうからこれでやりますけど、そうやって今全国に遺跡がいくつあるかっていうのは一生懸命俺たち探してるんですね。まあ俺たちっていうのは、私ちょっと文化庁の自分で言うもの高級官僚でもないんですけど中級官僚ぐらいで日本の遺跡のことを全部束ねてその行政的なことを、やってる専門家だったんですね。で全国にはいくつ遺跡がありますかとかね、あらかじめそういう遺跡の所在を調べたり、いくつだとあると思います。
全然思いもつかないですよね。だいたい10万ぐらい。え10万ぐらい。維持で言ってます。ね、今交渉で46万ですけど、多分さっき言ったように工事して初めて出てくるのが多いですから、そういうの富士発見というんですけども、思わず出てくるやつは言うんですけど、それが毎年1万件ぐらいずつ増えてますんで、多分潜在では100万超えてるでしょうね。で、まあ、そのうち、ですね、旧石器時代の遺跡が1万500ぐらい、縄文時代の遺跡が9万箇所という数字になってます。はい、まあ、そんな風にして各時代どの地域にどれだけ遺跡があるかという統計は取ってます。それはしつこいですけど、あらかじめ遺跡がどこにあるか分かっていることによって、そこにこういう工事したら遺跡壊れますから、もうちょっと遺跡のないところでやってくださいとか、あるいは地下は掘らないで土持って上に立っててくださいとか、そういう調整をしてるんですね。そういう仕事をしたり、それから国の史跡を決めたり、わかりますか、国の史跡。まあ国の史跡って聞いたことないですか。この辺で言うと、東京都内に縄文の国史跡がね3つですかね。どれ一つも多分一つだけはご存知だと思うんですが、大森貝塚、大森貝塚わかりますよね。あれ日本で初めて、お抱え外人の東大の先生に呼んだモースって人が、臨海実験場はなんだっけ、江ノ島にあったんで、で江ノ島からあの東京帝国大学に講義行く時に、あの京浜東北かな、京浜東北、その前に新橋と品川に鉄道が引かれた時に、そこを毎日毎日というか講義のある時は通ってたんですよね。で崖面見たら、あの崖のところに貝塚があって、であの人は進化論をアメリカでやってたんで、その遺跡も知ってたんですね、動物学者ですけど。で貝塚もあのアメリカで掘ったことがあった人で、でそれは日本人は全くそういうことを気がついてなかった。あ、貝塚が遺跡だって分かって、それもあの鉄道を引いたから、その時に崖をこうあの工事してるんですね。で貝塚って土深いところ埋もれてるんで、脇をこうきれいにするときれいに海藻が出てきたわけですよ。それであ貝塚だって分かった。でどんどん話くどくなりますけど、その台地の先端にこの海藻が出てきて、で下に鉄道を通ってるでしょ。あの鉄道は当時海だったってことですからね。今度三陸大津波みたいなのが来たら、もうあの辺も全部ダメですからね。本当これだけちょっと覚えてください。今第一夜の下は当然みんな海です。今日ちょっと話する北区中里の、貝塚も海っ端の貝塚で、海食貝って波でこう削られてる崖がしっかりこう出てきて、でそこに丸木ビルが係留されてるんですよ。というようなくどいですけど、京浜東北のあのところは縄文時代ずっと海、ね、で日比谷の谷も海 で日比谷の谷が海だった時に、そこで魚取れるわけじゃないですかね。本丸、あそうだ、特別席、江戸城江戸城本丸、違うな、天守台だ。天守台行ったことありますか。あります。台ね、台しか残ってない。あ、行ったことありますか。あれ特別席なんですけど、そのすぐ脇に、実は貝塚なんですよ。その貝塚は日比谷谷がすぐ目の前まで海だったんです。でその本丸から天守台のところから降りていくと、もうそこに海が広がってて、そこから魚とか取って貝も取ってきて、
でそのそれをこう、取った時の釣り針だとか安田とかがその、本丸貝使ってます、うん、本丸貝使ったらありますから今度はあのそのあれ、まあ言っても分かんないですけどね、まあそんな風にくどいですがその目の前の、そのところはみんな当時海で、で江戸城あたりはそれよりちょっと上がった高台で、でそういうところに縄文人たちが住んでいたと。でそのそういう意味では海のフロントのところはそうなんですけど、こっち入ってくるともう完全にもう山の中ですよね、まあ、要するに武蔵野台地ですね。武蔵野台地っていうのは、今から7、8万年前にできた台地で、うん、それでは人が住めるような場所じゃなかった。で、それ以降火山灰がどんどん積もってって、この辺の地域には大体3メーターぐらい火山灰が積もってるんですが、そんな姿は工事なんかすると見れると思いますが、あの黄色い土イコール旧石器材の土と思ってください。それは富士山とかあっちの方から火山灰が降ってって、で徐々に3万年間の間3メーターぐらいに積もってるんですよ。でそれは、火山灰が積もると、土は本当は灰色なんですけど、長い数万年の間にあの土の中の鉄分が錆びて、だんだん灰色から黄色くなってあったかいと赤土に変わっていくんですけど、そういう土ですから、まあ、今の、 あの細かな話はいいとして、黄色い土は旧石器時代の土です。この辺のその黄色い土はだいたい4万年ぐらい前から今から1万5000年ぐらい前までの黄色い土で、そこから何か物が出てくるものっていうのは俺たちが物って言うんですけど、異物ですね。異物つまり、旧石器時代ですから石器しかないんですけどね、石器しかないんですけど、石器しか残ってないって言った方が正確なんですが、その石器が出てきたら、あ、これ旧石器人の使った石器だと思ってもらっていいです。で、その上に積もった黒い土は、まあ現代の土ですね。私は現代というのは、縄文時代よりもこっちの土です。縄文時代よりこっちの土。それで、これ最初のスライド何だったかな。最初のスライドじゃなくて、こっち見てください。武蔵野台地最初の人々かっこ旧石器人、これ武蔵野台地に積もっている最初の土は黄色い土なんで、その中から出てくるとそれは旧石器人の残したものということですね。これ石器だけじゃないんですけども、まあ、それで、先ほど来、関野先生からが言われた鈴木遺跡、それから武蔵野病院のとこ、府中病院か、うん、そうだ、府中病院、府中病院もね、あの掘ると黄色い土の下から3メーターぐらい前ところからこういう斧が出てくるんですよ。斧、これ斧なんですね。まあ大きさこんなもんですけどね、これあの斧が旧石器時代にあるのはオーストラリアと日本だけなんですよ、うん、で日本、まあなんで日本にこういう斧があるかっていうのはね、いろいろ議論してるところなんですが、焼き石材だから動物を解体するのに使ったんじゃないかと。いやいや、そうじゃない、やっぱり斧は斧でしょと。木もね、切り倒したりしたんじゃないっていうことは言われていているんですが、まあ斧です。ちょっとだけ覚えてください。で、オーストラリアにはあるんですけど、やっぱり4万年ぐらい前、これも日本で最初の旧石器時代の道具です。で、日本しかない固有の道具です、うん、で、鈴木遺跡も同じぐらいに出て、同じぐらいのものが、で鈴木遺跡の場合はですね、一番古いところは4万年ぐらい前で、それからずっと何回も何回もあそこに人が来て、
しょっちゅう遺跡残してるんですね。まあそのことはいいんですが、あれは非常に、世界的にも重要な遺跡なん で全部掘っちゃわないで一部残して出土品は近くに展示してるはずで、知ってますか、はい、行ったことある、はい、それはぜひ行ってください。あの私も若い頃東京でなんかすげえ旧石器見つかってて、あとね ICU のキャンパスの中も盛んに旧石器の発掘してましてね、私は仙台で一応旧石器を専攻してて、一応じゃなくてあのはい、あの卒論も修士論文も旧石器があの専攻です。私の師匠は芹沢長介っていう人で、聞いたことないかもしれませんが、あのはい、知らない、芹沢長介、芹沢圭介って知ってますか、はい、圭介は知ってる、圭介の長男です、長介、あの片止めの圭介先生ね、私はまあまあそういう余計なこと考えるから何喋ったか分かんなかったです私の先生と同じで72歳ですからね、まだ、え、あ、そうそう、俺より2ヶ月ぐらい後だ、71年、え、え、いや私だってまだ実は71なんですよ、もうまだ70、え、そうか、俺同じだと思って親しくしたんだけど先輩、あ、そうですか、なんか今まで履歴見たら同じ年だと、1949年の1月、そうですね、丸1年違うんだすいません、私はあの間もなく来る、元旦で、元旦生まれネズミ年の元旦なんですよ、とってもめでたくてね元旦生まれだから誕生日は一回もしてもらったことないですね、それが今度は72でしょ、72で、でね、やっぱり72っていう数字が非常に私にとっては重たくて、男性の厚労省が、今年発表した2年前の健康平均寿命ってのは男いくつだって知ってますか、今これ言ってんだから72だろうと思うでしょ、72なんですよ、伸びた、伸びた、16年の統計で今週分かった、今週出ましたか、出ました、伸びたわずかでしょ、わずかでしょ、73、いやそんなに伸びてない今まであれでそんな伸びてないです、そんな気休み言わないでください要するに72、いや女に近づいた、女性に、ああそうですね、あそこで言っとくと、男は世界で、一番健康平均寿命と寿命の間が長いんですよ、10年近くなんですよ、つまり10年間男は支えなしに生きていけないいやこれはね切実な話ですよ、要するに MHL なんかも含めて自然に死ねないってことですからね、で女の人はね 5,6 歳で済んでるんですよね、男は10年近いんですよ、だからそこで私はどう死のうかと、どう送られようかっていうことをこのところ2年間もう一生懸命考えてるんですね、ちょっとその話も本当はしたいんですけどいやね、今頃やっぱりこう死ぬのが太めになった、あるいはどう送られたいかとかどう回しをされたいかっていうのが不透明になってる時期はないんじゃないですかね、で俺ふっと思ってね、いやその例えばね墓作ってお葬式やるっていつからのことだと思いますか、ずっと昔からやってきたような気するでしょ、ね、いやその古墳作ってね、その前は包茎集合墓を作ってね、その前は大乗墓を作って、だいたい弥生古墳ずっとね、やってきたって俺たち防災を持ってますけど、あれね偉い人たちだけですよ、で庶民の墓は全然わからない、これはね非常に私は問題 で私ももうあの間違いなく庶民ですので、自分は庶民としてどう死んでいくのがいいのかという考えてもね考えつかないですよね、でそれで旧石器時代以来ずっと縄文や庶民はどうあの埋葬されたのか、あるいは遺体をどう取り扱われたのか、どう送られたのかっていうのを調べたらほとんど研究はないんですよね、
で旗と困りまして、で、でも一応はね、一応はこれの第6章にどうやって知ろうか、あ、これ、山川出版で出した列島の縄文の列島文化って言うんですけど、第6章は自分で勉強して自分がどうしようかっていうことを書いたんですけど、結局書けなくて、結局データないんですよ。でね、全国で掘っても結局発掘してもね、古墳だとかそればっかり目に行って、で、じゃあ古墳時代の庶民どうなってんのって聞かれたらね、考古学者答えられないんですよ、うん、旧石器時代の人どうしたのって全然答えられない、うん、縄文時代だけはなんとか答えられるんですよなんで答えられるかというと、縄文人も全てに神に宿ると考えてるんで、木にも神や、草木、国土、一切成仏みたいな話で、わかりますか、草木、国土、一切成仏、これ全部全てにその神がいて成仏するんだというふうに、まあ、考えてきたわけで、日本は全てに神いる。で、縄文人は死んだ時に貝塚と同じように、貝殻と同じように、骨と同じように、壊れた道具と同じように、焼けて出てきた灰や、焼け土と同じように貝塚で送ってるんですよ。これは全てに神やと思う。だから目線が草木と同じだだけじゃなくて、もう全く同じ目線で、それぞれの生きて死んでいくサイクルの中でこう、まあ、輪廻してるんですね、仏教用語で言えば。そうやって、だけどそういう中で魂はこう、魂はあの世に行くんですね。だから高い感をしっかり持ってて、それからそうやって供養するようなことは縄文ではしっかりやってます。で、貝塚に他のものと同じように貝塚に送るんですよ。だから貝塚から人の骨出てくるんですよ。これ今だったら大変ですよね、警察で届けなきゃいけない、ということで、やっとそれに気がついて、でずっと結論言いますとね、ちゃんと墓なんか作ってないんですよね。でね、アイヌもそうなんで、アイヌがそうなんですけど、早く戻ってきてもらえたやつはできるだけ、副葬品なんか、副葬品でなんかこうつけた穴埋めのために暮らすいろんなものを持たせるわけですけど、そういうのをね、できるだけ持たせないで、また忘れてすぐ帰ってくるようにすぐ帰ってくるんで、ね、どっちかというと粗略に扱ってんですよ。で、きっちり穴掘って埋めてるやつはもう帰ってこない、いいやつなるほどなと。それからもう一つあるですよ、自分の権力を示すために目立つ墓作るやつね、それはちょっと置いといて、いやこれが本質だと思ったらね、すごく、あ、俺もいいや、庭に置いていってもらおうかなと思ってるんですが、まあそういう中で、まあいい、興味ありますか、興味あるから興味ある、興味ある。江戸になってからね、人民支配が始まって、寺分け制度、どっかの寺に属さなきゃいけないっていう制度を作ったわけですよ。あれ一種の、人民支配なんですね。台帳に何だっけ、過去帳だ、過去帳に書くと同時に、その人の、死んで火葬して骨の処理、そして墓も作るという一切の、そのまあ経済活動というとちょっと問題あるんですけど、今経済活動のやつじゃないですか、そういうことをやるための台帳なんです。あれで、挙句の果てその台帳で寺はみんな金貸しやってるんですよね。そのことを知ってる人はあんまりいないと思うんですけど、でそういう、要するに馬鹿体制の地方支配の末端として寺が使われてるんですよ、あれ。でそれから墓石を作って、で家っていうものを作って、代々の墓っていうのを、都市部の周辺の人たちが作り始めたのが江戸中期から後期なんですね。で江戸前期の墓ってほとんどないですよ、それから葬式なんかもね。でそういうふうに考えてくると、そうだ、高い戒名を払って墓に入る必要ねえなと思いましたよね。
この間、うん、俺の同級生の坊主がちょっと上古寺派というあのところの本山やってるんですけど、そいつがもうお前の世話絶対俺なんねえからなと。この頃戒名高いんですよ、ものすごく。うちの母親死んだ時に戒名する、あの墓に骨入れ埋葬したいからっつったら、あのちゃんと戒名もらわなきゃお前墓に入れられないんだぞって。何俺んちの墓でどうしてダメなんだって。戒名あのそういうもんじゃないと、戒名はいるんだと。確かに仏にならないと入れないってことなんでしょうね。ほんでね、もうそうかっつったら、まあ50万も出せばいいんだから出せとか、うん、そうやって金いるんですよ。もうカチンときました、ね。でその上に戒名なんて書いたらいいかって、それはお前が考えることだって言ったんですけどね。ああ、うん、ずっと高校の同級生なんですけど、ダメですね今ね宗教界。もうちょっとだから原点戻って、どうね、人を弔ったりね、送るってことはどういうことなんだっていうことをもってしっかり考えて、で私は自分はこう死にたいっていうのがやっと結論出たんですね。でそれはちょっとまだ書いてないんで、なんとか類骨、またに類骨っていう明治の宗教家がいて、それが中外日報というその宗教家の本ずっと出してるんですけど、そこに類骨賞っていうね賞があるんですよ。でそれにね、ちょっと俺今全然金ないからそれに応募して一等賞になって30万もらえるんで、あの昨日一昨日書いてそこにある人仏教家の方おられるんで、まずいな応募しました。多分一等賞になるだろうと思ってるんですけどね。なんて話はどうでもよくて、一つ覚えていてほしいのは、日本この地域の一番最初この時期に現れた人はいつからだと思ってますか？考えてみたことないですね。それとその人たちは私たちの確実に祖先です。このことだけ覚えてください。今まではね、やっぱりあの原始人だとかね、それからもともと原住民だとかね、今アイヌが先住民族だとか、やっと先住民族だと認められたとかって、まあ、アイヌの方たちも喜んでる人たちもいるようですけど、あれ先住民じゃないですよ。あれ北海道の私たちと同じ縄文時代北海道に生きた人たちの末裔であることは間違いないですよ。ストレートではないですよ。ストレートではないけど、この地域だってこの地域に住んでた縄文人、その前に旧石器人が住んでて、その後スムースに縄文時代になってんですよ、間違いなく。たくさんいたんだから旧石器人の人、それから縄文人ももちろんいて、いっぱい石器残して、でなんか弥生になったらなんかあっちから素晴らしいその水田稲作農法、鉄というものを持ってね、こっちに来て大陸系渡来人がみんなこの辺の人たちをどうしたんですか、なんか入れ替わったような話がありますけど、絶対入れ替わってないですね。これやっぱね、これまたちょっとあんまり言うのよくないんですけど、ええものは西から来て、天孫降臨ですよね。天つかみと国つかみともいて、国つかみは在来の縄文人であって、そこに素晴らしい技術と米作りを持ってきた、天孫降臨という神話ができてるでしょう。あれは、うん、そういう物語を作ったと。確かに米作りの影響はありますけどね、もちろん。だけど多分明治の時に、さっきのモースみたいなそういう先端の科学技術を持った人たちが、例えば瓦の技術、お寺を作る技術、仏教を作る技術、これは向こうから来てちゃんとそういう物資が来てね、あの仏像だったら作ってるわけで、ハイテクは間違いなく誰か指導している人はいると思います。だけど塊でドドッと人が来て、今日本人の DNA のほとんど8割が渡来系だ、それも絶対信じられないですね。
俺たち考古学の立場です、立場。そうなってくると、あの DNA ってとかおかしいんじゃないと思ってるんですけどね。これはまだね、きちっと考古学と人類学とあのバチバチやってないせいですね。あんまりちょっと差し障りは記録の一言、私たちの科学の名誉として言っておきたいんですけど、私たちは遺跡から出てきた、掘って出てきた物証で物を積み上げていく学問なんで、出てきたものは嘘はつかないですね。旧石器遺跡の捏造以外は大丈夫です、うん、まあ、ああいうことがあるとは夢にも思ってなかったですけどね。でも基本的に俺たちはね、やっぱり物に即して遺跡の出てきた成果に基づいて、それを発掘という科学をして、でそこからどこまで何が導き出せるのかというその科学性、実証性にね、かけてますからね。でそこは文献史学とも違う。じゃあ DNA 人類学もあれ科学でしょと、形質人類学も科学でしょ、科学なんですけど、私に言わせてもらうと、ものすごくサンプルの選び方が中途半端だということと、それからサンプル数が少ない。だからどっかから何が来たかなんて地域性を言うためには、サンプルの数いっぱいなきゃダメでしょ。それ例えば縄文人の代表 DNA を取ったと、どこのやつ取ってるんです、東大の教室の中にあるもう大昔掘った三眼地って貝塚、そこのサンプルだけで縄文人を代表しちゃうわけですよ。で弥生人と比べるとき、弥生人の DNA はあれですよ、九州の亀館弥生中期ですよ。年代もこんなに離れてるし、地域もこんなに離れてる。それから片一方の両方ともサンプルはどこまで劣化してるのか、本当に DNA 取れてるのと、あこれは言っちゃいけないことなんですけど正直な人はね、いっぱいやってもなかなか DNA って取れてないんですよね。それからもう一つはね、DNA も長いこう塩基配列の中でどの部分を見るかによって違うんで、そのどっかちょちょぎれたね、遺跡が出てくるのはみんなちょちょぎれたやつなんですよね。そのどこを見てるかよくわからない、そういうねきちっとしたその全体把握、資料の全体把握をねしてない。じゃあもっともっと例数を増やして、そこに、普遍的な事実、いろいろなことばらつきあるわけ、それからノイズが入ってるわけじゃないですか。そういうのもきちっと取って、その上で科学的に検討しなきゃいけない。それにはどうしてもサンプルの母数が必要なんですよ。地域と時代を語るだけだってすごいでしょ。東北の福島の三ヶ町の貝塚の人骨がたまたまうちの研究室にずっとあったから、それ使ったって、ちょっとまずいんじゃないですかとか、弥生の本場の亀館に入った人たち、これは明らかに日本の母性、日本の墓と違う母性で、入ってる、まあ言ってみれば最も大陸系である可能性の高い人たちの DNA と縄文人に比べて、その地域がないで、その間にこんなに断絶がある。この断絶は200万人ぐらい大陸系の人が来なければこの断絶は埋まらないっていう、そういう論法をしちゃうんですよ。すいません人類学の先生ですからでもこういうところに呼んでいただいて、こういうことをこうちゃんとやっぱり言い合わなきゃいけないんですよね。正しいことは一つしかないんですから。でまあ考古学的にはだからずっと基本的にここに最初に来た人たちは縄文時代も弥生時代もずっとここにいた人たちが基本になっていることは間違いない。
ただしこれはこの間先生とも話してて、いや基本的に人は動いてるんだと。でそれもそこで食い詰めた人だとかね、はみ出されて団体でこう動いてるんで、冒険家とは違うんだと、うん、ということを言われて、ああなるほどなと思います。実はそういう形で、例えばうちの村は女の人の数が増えちゃって、若いそのきちっと種付けできるようなの人数少ないから若い男がいっぱいいるところの集団とくっつこうとして、その村を動かしたりとかね、そういうことが工学的にも読めるんですね。例えば人骨がこう18人出てくるでしょ。でそれを一時どころに埋葬したりするんですよ。そうすると年齢の男と女と年齢のバランスは絶対おかしくて、これこのままいったらこの村終わりだよっていうやっぱ結果出てくるんですね。そうすると東京湾の向こうの方からそういうバランスのまた欠けたやつがねやってきて、で埋め合わせしてるんですよ。でその埋め合わせした時はこっちの出身の人がその歯の形にこう一つのパターンを示して、あこれとこれグループ違うなっていうのが分かるのが一緒になって、で一緒になった時に墓に入ってた骨を集めて、それでこう一緒に埋葬したりするんですよ。でそこからこの村のスタートだみたいなことをちゃんとやってたりとかですね、いうこと分かりますよね、うん、そういうことは考古資料でも読めるんですね、うん、まあつまりはい、ちょっと細かいこと言いましたけど、やっぱり食い詰めるというよりか、俺は原因は食い詰めだけでは決してないと思う。縄文人はものすごい豊かだと思うんで、基本的に食い詰めよりも自分たちの集団をどう残そうかとか、うん、それからこれはもう集団分裂するしかねえなとか、まあ、いろいろなもっと社会的な要因、それから衛生的な要因、うん、ゴミがいっぱいになりすぎてもうここにいたらもう絶対病気になるよみたいなね、が疫病が流行ってくるとかね、だかもっともっと私たちは気がつかないような生身の人間としてのなんか、うん、食うこと以外のそのなんて言うんだろう、うん、どうしても移動が必要になってくるのがこれも見えるんですよ。 すごい細かい話で、例えばね、俺たちはこの土偶しか土偶って知ってますよね。土偶ってね、縄文時代にしかないんですけどね、もうちょっと後かな。土偶知ってますよね。土偶は縄文しかないんですけど、今全国で2万、はい、2万ぐらい出てるんで、これ日本で最古の土偶なんですが、こんなもんです、こんなもの。でこれは滋賀県、こっちは三重県、一番古いやつは大体、まあ、あの辺に三重県とか滋賀県あたり一番古いのあるんですけど、1万年ぐらい前の土偶です。まあこれは土偶なんですけどね、こういう女性の人体をかたどったもので、誰が作って何を願ってどうしたのかっていうのが、まあ、議論になってるんですけどね。こういうのをやっぱ美術的、これちょっと美術的には見れないけど、やっぱこの間も去年かな、東京国立博物館で、ここを土偶展やったんですよね。私みたいな歴史をやってる人間から言うと、いや確かに美しいけど、やっぱこれ美大の先生に向かってどういう反応するかなと思ってるんですけど、一生懸命祈りを込めて作ったものとか、一生懸命こう祈りだけじゃなくて上手に、まあ、機能的に使おうとか、そういうことの中から洗練された美っていうのは出てくる。それは結果であって、美そのものを見るものでは俺はないと思うんですよ。その時にこれにはどんな思いとかのを読み解く、ものから読み解くのは俺たちの立場なんだけど、考古学の人たちも含めて、岡本太郎の芸術は爆発だみたいなね、そういう感覚でこうやっぱり 美を捉えているというのはね、
あのそのことはよく分かるし、そういう研究も必要なんですけど、俺たちはこれからその誰が作って何を願ってどうしてこんな形になったのっていうのをね、こう1万年間ずっと探っていく必要があるんですよね。機能変化も起こしたからね。というわけで、日本で一番、縄文文化の始まりの頃にこれが必要だと考えた人たちがこういう形を作ったんですよ。両方とも頭ないでしょ、足もないでしょ、だけど胸だけはもうしっかり作ってる。こんなに本番ですよね。で結構ね、そのあとお産のスタイルしてるやつが結構あって、結構女の人たちがやっぱりこう集団の維持する、まあ、そのためには安産とそれからお乳がちゃんと出てくる、そういうことをずっと日本人は願い続けてきたじゃないですか、ね、あの神社のあれなんかにも絵馬が上がって、こうお乳やってる絵馬があったり、そういういろいろ私はそういうもんだと思って、で、もうちょっとありますかね、すいませんね、なんか初め最初喋ると思うんですけど全然違うこと言ってるんですけどこれ国宝道具ですね、これ仮面の道具、これは縄文のヴィーナス、信州の国宝道具ですけどね、まあこれらがあの東京国立博物館に並んでたわけですけど、なんでこんなの作ったんですかね。これ仮面かぶってるんですよね。ちゃんとこの頭の後ろにですね、こうバンドしてあるじゃん、あのオウムのなんとかギアみたいなやつ知ってますね、あれこういうのあったでしょ、ちゃんとこのとこに、でこれ平らな表現してて、仮面か、これもそうですよ、これもそうですよ、これ仮面ですよ、ね、でここのところにこう並びにこう線が入ってます、これアイヌの入れ墨と同じです。あと口にもアイヌの人たちも、女の人しか入れ墨しない、縄文人もちゃんとこういうところにあって、でこの顔つきはもう完全に中部高地の顔つきとかね、ある地域でこういう道具を作ってさっき言った女の人の願いを、で女の人の願いっていうのは言ってみれば集落の安定にみんなつながっていくわけで、結局は、うん、集落のみんなのことを願っているんでしょうけどね。すいません、ちょっと話完全に余談に時間もこんなに経っちゃったですね。でもう一回話戻します。4万年前ここに日本で最初の人たちが来た、じゃあ日本にはいつ頃来たかという話をこれどうしても聞いておいてほしいので、あ、これかな、この右側の下の左側の図、あれこれ縄文か、じゃあ口頭で言います。一番最初に日本に来たのはアフリカから出てきた人たちが、まあ、20万とか15万前に新人が出てきて、でそれがアフリカから出てきて中近東あたりにいるのが、まあ、6万とか7万とか8万とか、この頃だいぶ下がって古くなってきてるようですけど、まあ、とにかくアフリカを出たと、でしばらく足踏みするんですけど世界にわーっと広がったのが 5万年前4万年前に広がってんですね。その大きな流れがアジアに到達して日本には朝鮮半島から入ってきた、これはね多分もう浮かないだろうと思うんでこれを覚えてください。そして今だけど北から入ってきた説だとか沖縄から入ってきたって説もあるんですけど、沖縄まで入ってきた人たちは日本本土にはほとんど来てないです、うん、
ですからいつでもやっぱり一番太いルート、大陸との太いルートはやっぱり朝鮮半島だったというのはまあ間違いないと思いますね。でそれは俺たちの立場ですから、一番古い石器が、さっきの国分大か府中病院のところだとか、あるいは鈴木石器に出てるのは大体4万年前だから、アフリカが出てきたのがアジアに到達して、日本に来たのが、まあ、4万でほぼいいと思います。で沖縄も大体それに近い時に沖縄までは到達したんですけど、そうやって到達した人たちは本土には来てない。はい、まあちょっといろいろ理由はあるんですけど、沖縄で一つだけ言いますとね、沖縄は最初から洞穴に人埋葬してるんですよ。人をこう置くような風葬してるんですね。で沖縄今でもそうやってますけど、その伝統がずっと沖縄のあの文化圏の中でずっと続いてきます。それから土偶もありません、縄文土器もありません、石族もありません。つまり縄文文化は行ってないということで、じゃあ沖縄のそういう、文化が本土に来てるかっていうと、鹿児島県には来ていないですね。埋葬の方法も違うです。だから沖縄の土器は縄文土器じゃなくて、まあ基本的に文様のない土器、それから埋葬の仕方も違う、まあ、要するにあれはしっかり文化圏が違う、独自な文化圏を持ってるあの地域にあった素晴らしい文化を紡いでいった人たちだと思いますね。そう、なんかこうね、なんか今そのどっかから獲物が来てどっちの方が潰れてるとかね、そういうことじゃなくて、いかにその土地の風土に適応してその地域にふさわしい文化を、重ねて育んできたかってことが一番問われることで、だから私は、ね、今まで縄文文化を一つで語ってきたんですけど、いや列島にはいくつも文化圏があって、で、ここはその中の、関東甲信越文化圏だと、でここにいた人たちは基本的にずっといたんだと、で、旧石器縄文で来て縄文弥生になって、弥生の最後は日本本土の中で一番米作り遅れてるんです。ここ今風な発展史観でいうとね、それは遅れてたんじゃなくて、まあ米作んなくてよかったんですよね。東北はね、米作るのは本当に今でも、まあ、最近はいいんですけど、江戸時代でもまともに米なかなか作れなかった。でそういうところで弥生の最初に津軽半島まで米作り導入しちゃってるんですよ。でずっと関東より早いんですけど、でも風土に全然適してないんですぐ撤退してるんですよ。でもすぐ撤退してる歴史はね、やっぱり認めたくないんだね。一回米作りすると、いや東北も弥生文化になったんだと、私もずっと東北にいたからそう思いました。いやそうじゃないって、そんな無理なものを作らないで、ちゃんと自然のね豊かな恵みで生活するのに戻ってるんですよ。でこの選択は正しかったと思うんですけどね。で、関東も、そういう時は試みの稲作もしてないです。なんでしてないかというと、名古屋県の東海のね、名古屋県のはものすごく個性的な独自な文化を持ってたんで、防波堤になってるんですね。ざーっと北部九州に入ってきた弥生が、米作りが、鉄が、鉄は日本海ルートでざーっと入ってる、から、まあ、米作りも、まあ、鉄もなんだけど、瀬戸内入ってきてるんですよ。大阪平野まで来るんだけど、東海行くのを関東彼らは止めてるんですね。で道具いつまでも残ってたりとか、米作りあればその時期独特の、土器が作り出されています。でそこで防波堤になって、それが北にが日本海さーたかったんですけど、まあ理由はそれだけじゃないんですけど、日本海の交流ルートもしっかりあったし、それから津軽半島は比較的穂が出る出水期って言うんですけど、穂の出る時の温度が割合高いんで、なんとか適応できたんですね。ということで、
としましょうかね。それが一つね。それから2番目はそれで旧石器時代は、現代と違って寒くて、まあ、いろんな制限があったんだけど、今と同じ環境になったのが縄文時代で、一番最初関東で縄文を、あれしてですね、縄文になったってことはね、一定のところに住まいを、構えて、まあ、片言で言うと定住が始まるって言うんですけど、一定程度のところに居住を構える、要するに放浪して誘導して歩くのことをやめて、ここにいて、ここにいて周りのものをこう取り入れるっていう、今まではそういろいろあるところをぐるぐる回って、ここだけ原石採取して、こうやってたらちょうど大津の地から来るルートに当たるんで、そこに行って採取するとかね。暑くなったからちょっと高いところ行って、夏は涼しく暮らそうとかね。それから集団でアトリエが出て、ずっとあいつの顔見たくねえからってパッと離れて、あっち行ったりとか、まあ、その誘導生活のメリットを十分に生かしていたんですけどね。でも環境が良くなって、周りの豊かさが保障されるようになったら、いる場所を決めて、村を決めて、そこから物を取りに行くようにして、それをこう村で集めるという、そういう生産スタイルに変わったんですね。でそれでそういった証拠は、まあ、家がある、家を作る、旧石器時代も小屋みたいなの作ってる、テント作ってるはずなんですけど、その土地にしっかりした証拠を掘った後残さないんで、私たちは分からないんですよね、テントみたいなやつは。だけど縄文時代になると、ちゃんとした柱がな、だから地下を掘りくぼめて、それで掘った地下に掘りくぼめたものを屋根の上に上げて、土屋根の家作るんですよ。だから今教科書にもある、それにある、東京特にそうなんですけど、昭和40年代縄文の石掘って、みんなコンクリートにしてるのはあれやめてほしいですね。コンクリートの方がもっとのほかなんですけど、今はね、私たちの祖先が住んだ家は縦穴住居で、で地下を掘った土を屋根に上げて、土の鎌倉のような、なんかあれ言いますね、もうちょっと持ってもらえますかね、もっとずっと戻します。あ、逆だな、これ逆だ。教科書もみんなこれ、私の家族をこうイメージして、冬こういう朝芸を迎えてるっていう、そういうあれなんですけど、ここ下掘るでしょ、掘った土を土手にして周りに置いといて、それをぐっとすり寄せていって、土の鎌倉みたいなのを作ってるんですよ。でこれが実態で、どうしてこれが分かるかと言いますとね、この家を解体していなくなるときに、まあ、ここに死者がなんかで死人が出た時、あの家に行って家作るの大変だからね、おばあちゃんのために家ごと送ってやろうねって言って、これ燃やすんですよ。でああいうのもその家送りって、そういう家を燃やして送るんですね。だこのキーワードは、ドントサイもそうですけど、燃やしてドントサイ、正月ほらいろいろ燃やすじゃないですか、あれもこう燃やして浄化してあの世に送るという、そういうのはこの日本古来のやっぱり送りの儀礼なんですね。まあ熊送りだって同じですよ、神に戻してまたあの世良かったねって言わせてまた戻ってくるっていう。で家焼くんですよ、そうすると土かぶってるからすぐくすぶれてよく燃えないんですよね。そうすると炭窯と同じようにこの中くすぶれて焼いて、でこういう材がみんな炭になってベタッと落ちてるんですよ。で火事場後片付けの何もしないんで、火事場検証をしっかりやると屋根の構造がしっかり分かるんですよ。で土が乗ってるのも分かるんです。でそういう研究成果の中から、みんな土屋になってことは分かってきたんだけど、教科書は全然直らないでね。俺は日本だけじゃなくて、東北アジアの寒冷地はみんな土を掘って屋根の土を屋根に上げるという
ことは19世紀、まあ、20世紀もずっとつながってきて、まだやってるところもあるぐらいなんですね。でこれ大体、鹿児島、日本でいうと鹿児島の真ん中ぐらいから北、土屋根ですね。で朝鮮半島行っても土屋根だし、中国東北部だと。でこれね、夏涼しくて冬は暖かくてとってもいいんですよ。今度やってみてください。いや本当に今でもこのその三鷹とかこっちの方は農家の作業場なんかごく最近までは土屋根だったって聞いてますけどね。あそれからあの日本書紀だとか、不動家というその古い奈良時代ぐらいの文献なんかでは土蜘蛛伝説というのが出てくるんですけど、あれはまさにこうそのこういう土のあの山みたいなところにわーっとその蜘蛛の巣を散らすように逃げ込むっていう表現を土蜘蛛伝説で言ってる。あれも多分こういうことを。でこれは縄文時代だけじゃなくて、この辺の地域だと平安時代までたたらに住んでますんで、で構造はみんなこれですということも。あそれであの今から1万年ぐらい前、今と同じ環境に近くなってくると一箇所に村を作り始めます。で日本でも一番古い一つの、例として俺の紙がこれの下、これ丸くなってるのがあの縦穴です。まだ浅い掘り込みなんですけども、でその中からですねこれ出てきてるなんか変な白いのが脇にいっぱい並んでるんですよ。これ何だか分かりますか？そろそろお正月だから、うちは鮭で年取りなんですけど、これ鮭の歯なんですよ。鮭の歯、実際の大きさの3倍ぐらいですかね。まあでっかい鮭だとこのぐらいあってもいいかな。鮭です。で秋川のあたりの遺跡なんですけど、あの辺まで鮭は登ってきた。そんな今登ってない。今は利根川までなんですよ。利根川まで今利根川まであった。それなぜかというと、産卵した時に、川の温度が温かいと卵が腐るんで、一定程度の寒いところまでしか鮭は遡上できないんですね。でじゃあ秋川はどうしたの？まだ縄文の一番暖かい、現代まで暖かくなってない時期の縄文時代の始まりなんですよ。でまだ寒かったんで十分に鮭に残ってこれたんですね、この時期。まあ、1万年ぐらい前の話です。で一番、現代的な気候の中でも今から7000年ぐらい前に東京湾の海水面が5メーターぐらい上がるぐらい温暖化したんです。そうすると利根川とか、まあ、あの辺の川がずっと栃木県やあの群馬県の方にあの水がずっと行って、で栃木県や群馬県に海の貝塚が残ってる。これは今から7000年ぐらい前の、まあ今から気温が2度ぐらい高いぐらいですかね。2度ですよ、2度。今温暖化はどのぐらい進んでると思いますか？この話するとまたただ煽ってるように聞こえるかもしれないけど、私はいつも島に毎月行ってるんですけど、真島の島行ってるんですけど、もう50年ぐらい通ってますが、もう確実に上がってません。湾岸の道路は車通れなくなってますよ。でそこに津波が来て地震が来て1メーターぐらい下がったんで、もうとんでもないですね。まあ、今リバウンドして、まあ、だいぶ30センチぐらい、あと30センチぐらい戻れば元に戻りますけど、そこで私はずっと江戸川に住んでたんですけど、しばらく江戸川の国家公務員宿舎にいたんですけど、近くでちょっと街頭の方がおられるとあれですけど、あの当時の海のあたりには住まん方がいいですよ。さっき私強調して東北本線の東北に、なんだっけ、京浜東北、あれは海の底を走ってると
思ってください。でじゃあ今何であれ不審になったかっていうと、こっちから土砂が流れていって火災してるんですよ。だけどずっと掘っていくと、縄文時代の層は完全に海の中、掘るとマルチブレも出てくる。それからさっきやった、もうちょっと貝塚ありますかね。あ、これこれこのこれ人ね、人読めたぐらいありますか。あ、もっとあるかな、もっとあるね。これ全部貝なんですよ。これ北区中里ってところの、JR の中里ってありますよね、京浜東北ですかね。そこからちょっと歩いていくと、この貝塚あたり踊り、1キロぐらいにわたって貝の上を住宅がいっぱいあって、で、中よく見るとですね、ハマグリ、カキ、ハマグリ、カキとそれしか出てこないです。つまり春先のハマグリを取るときはハマグリ取って、冬の時期にカキ取って、で、次やったかな、浜辺に作った、こういう浅い皿状に掘り込んだところにカキとかハマグリ入れて、そこに焼いた石をポンと投げ込むんですよ。そうすると海水が瞬時に沸騰するわけだ。面白いですこれ、ちょっとイメージできないかもしれないですけど、八郎潟のあたり行くと曲げわっぱの料理がある。あれこう食材こう入れて焼いた石をポンと入れる。それからステーキなんかもあれじゃないですか、こう焼けた石の上でやっとステーキ美味しく、そういう焼け石の熱量ってすごくあるんですよね。でこの中に入れるとみんな貝口開けるんですよ。でそうやって取ったあの貝殻を干してるんですね。これ現代の貝塚で、南アフリカセネガルなんですけど、牡蠣大量に向いてます。でこれに白く見えるのはみんなさっきの中里の貝塚と同じように貝殻パックし、大量な産業廃棄物の捨て場なんですねこれで。干し貝作りしてるんですね。で村の上には、村の方には持ってこないですね、貝は剥いたやつ持って。でこれはですね、これはね、干し貝作ってると書いてますけど、実はこれ1日以上この炎天下でこれ炊いてるんですね。炎天下なんで炊いてるのかな。これちょっと食べてお土産で持ってきてくれたのを食べたら、塩の塊なんですね。で世界には85カ所ぐらい貝塚密集地あるんですけど、みんなこれなんですよ。これ何してるかというと塩作ってるんですよ。で多分貝のうまみを芯にして塩作ってると言ってるんですね。まあこの辺先生どうですかね。こうやってるんですよ、炎天下ですよ。口開かずするのはさっき言ったあれやってただ向け干せば、酒のおつまみぐらいはいくらでもできる。ん？違うな。よいしょ。そうですね、すいませんね。そういうことでですね、縄文時代の真ん中ぐらいになってくると、そういう、塩の生産とかですね、こういういろんな生産が始まってきてる。例えばアスファルト、天然アスファルトを煮詰めてアスファルトの塊作るとかですね、ベンガラって赤いその素材砕いて顔料を作るとかね。それから漆の木から漆液取って、でそいつから漆っていうのを作る。でそこに赤い顔料を混ぜたり黒を混ぜたりして黒漆作る赤漆。でそれ木を育てて、だいたい漆を取れるのにも
最低でも 7,8 年育てないと漆は取れないんですよ。で取ってもすぐなんか塗ったってどうしようもないんで、あれ黒めて、そして塗る時にはあの顔料入れて、でそれをちゃんと布でこして、でいいとこ取って塗る、まあ、その工程はいっぱいあるわけですよね。そういう意味では手技のもう極致ですよ、あれね。でそういう手技を発展させた日本、うん、それと科学的なそのねハイテクと、まあ、その辺をまあ絡み合わせながらやっていかなきゃいけないんだけど、そういう昔から伝わってくる手技みたいなのをみんなバカにしてますよね。そういうのはね、とても縄文を学んでると、なんでこんなに現代の作家が作れないような、みんなあの例えば製品なんか使うとあの真似して作ってくださいって言うんだけど、いやもうみんな現代作家は引っ張ってとても無理だ、石器しかない時にこんなのができて、今金属器あって加工できるけどとっても真似できないってみんな言いますね。まあそういったことは非常に多いんで、やっぱ手技ものづくり日本とかよく言うけど、なんか本当にそういう意味でものづくりっていうのを自然の素材を利用してものづくりを、でまた自然のをただ利用するんじゃなくて、その相手方のその特性を生態的なこととかよく知ってて、それをまあこう取り込んで、栗の木もね育てたって知ってますか。縄文人は栗の木を育ててますね、間違いなく。栗の木って自然木の中に山栗って大体 2% ぐらいしかないんですけど、縄文の遺跡掘ると栗の根株が30本ぐらいでまとまってつくんですよ。これ自然ではありえない。それから遺跡の表面を花粉分析すると8割方は栗の花粉だったりするんですよ。これまあありえないんです。でそれは周りがもう栗の純粒、もう栗林作ってるってことで、栗の花粉は木から10メーター飛散以上飛散しないんですよ。あの中梅花っていって虫がこう花粉を運ぶんで、風でバーッと散る杉みたいなああいうのと違ってそこに落ちるんですよ。そういうことを分かってるんで、当時の地方面を探し当ててそこの花粉分析するとクリ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 ですわ。まあこの辺でもやれば出てくると思うんですけどね。で、もう話はちこちこ飛びますけども、さっきの浜辺で貝むきやってて、そしてそのすぐ脇、これも中里なんですけども、まあ、歩きベルが出てきてますね。で今、全国で90遺跡ぐらいから170層ぐらいまで出てきてます。まあ1万年間の範囲だからそんな少ないと思われるかもしれませんが、最近低いところ、こういう低いところもきっと掘るようになってきたら、うん、どんどん出てきてますね。こういうものがものすごく発達してた時期でもある、縄文時代ね。やっぱ水運だとか、それからものづくりだとか、日本あと漁労とかね、貝塚の発達、さっき貝塚貝むきだけじゃ、世界 の貝塚はみんな貝むきがほとんどなんですけど、日本の場合は貝殻だけじゃなくて動物もあまりく取って、それで利用して、で、感謝の気持ちを込めて貝塚という場所を作って神に送ってるんですね。で、それは村の中にそういうのがあって、で、その貝塚に人も埋葬されているという。ものすごくその自然と、まあ、共生なんていうことを一つの言葉で片付けたくないぐらい相手を認め合いながら共に生きるんじゃないよね。共に助け合いながらいいところを伸ばして、うん、で例えば栗の木は周りにいっぱいあっても今だったら甘栗に栗きんとにする栗の実だけでしょ。だけど縄文人の基本的なコンセプトとしては何か自分たちのためにあれしてくれたらもう一切合切それを相手を認めて全て利用するという。だから縄文時代の建物はほとんど栗材です。柱とかそれから皮も使っている。この頃ね、もう私の友達の植物学者
は遺跡から出てきた植物がどういう植物のどういう部分だっていうのをしつこく調べてる友達がいるんですけど、まあ今考えられないような木の根っこだとか、あとなんていうんですか、晩婚まあとにかくいろいろな部分を使って、まあ、本当自然熟知してやってるってね、今も本当にこう何ですかね、役に立つとこだけこうつまみにして、あとはいらないよっつってあんだけゴミいっぱい出してるわけで、ね、縄文人はゴミという観念はなかっただろうと。いや、なんか変な話です。それでだ、これどこ、あ、この中里、中里のすぐ脇です。で、まあ、ここはまだ波打ち際ですけど、こっちはもう海食街の下の海そのもので、で今、まあ、170艘ぐらい全国から出てきてるって言ってましたけど、ほとんど内水面の船なんですね。でこれは外向きの船で、でかくてこのヘリが高くて、こういう海用の船ですね。やっぱりね、海の底を掘るってことはあんまりないんで、なかなかこういうのには当たらないんですけど、最近船橋で雷したって時期から、7000年ぐらい前の船も出てきたり、まあ縄文の初めから水運が相当発達したっていうのは分かってきてますね。今もう目がみんなもう陸上の車にしか目いってないんで、その古い時代のその水運の話、それもほとんど忘れされてきてますけど、どうなんですかね、その辺どうしたらいいですかね。赤羽の、そうです、博物館、飛鳥山です、飛鳥山資料館に、ロビーに展示されてます、うん、そうですね、スライドはこんなところですね。あ、これ上皇様と上皇后がめったに来ない遺跡の見学に来たと、帰り間際に、まあ、来られるだけ誰なのに緑の絨毯みたいな、これにバラ、まあ、それ失礼だけど古いお宅がいっぱいあって、それ見えないようにみんなこう遮断したりとかですよ、生垣の中になんかやべえもの入ってねえかとか探したりとかですね、大変だったですよ。まあそれいいんですけど、帰り間際に、侍従からね、天皇がちょっと貝塚出てきたそうだけど見たいんだけど岡野さん行っていい？って言うから、いやぜひ来てくださいって来たんですよ。ほんで帰りにどういうご加盟があったかというと、ハゼの、ハゼの骨がぜひもらったハゼの骨がぜひと言った、わかりますこれ、いやまたハゼの研究やってるそうですね、この貝塚からハゼは出てこなかったって。で俺さっきから言ったように貝の処理場の産業廃棄物ですから、生活のものは全然入ってないですよ、うん、すいません一つも出てませんってそうお話してがっかりしたとかね、そんなとかな、すいませんね、なんか、ああそれでさっき丸木メルゴと言いましたけど、これ三年丸山に、まあ、全国から何が持ち込まれてるかということなんですけど、まあ、縄文時代のもう物流がで、まあ、陸上交通だけじゃなくて丸木ブレも大活躍して、翡翠は日本で糸魚しか取れませんから、この翡翠がもちろんここにも、あ、これはみんなここから山内から出てきてやつを言ってるんですけど、うん、これはアスファルト、先ほどちょっと言いましたけど、アスファルトって日本側のこのベルト地帯しか出てこないですね。一番南が、上越この辺なんですけど、そこからこうずっと出てきて、今まで秋田が有名だったんですが、どうも秋田だけじゃなくて北海道にもいくつか産地があることが分かってきました。でそれも出てくるところで、天然アスファルト取ってくると混じるものいっぱいあるんで、それやっぱりこうなんて言うんだろう、煮沸して重たいものを沈めて汚い葉っぱなんか取って、で真ん中の純粋のところだけ塊にして
でそういう塊にしたやつを土器に入れたり何か包んで運んでるんですよ。そういうもう、まあ、アスファルトの生産と物流、それからこれ信州産の苔寄せ、これあのこういう模様入ったやつを見ると、あこれはもう信州この辺の産地だというのが、まあ、肉眼でも分かりますし科学的にも裏付けられます。これは北海道のこの辺の苔寄せだというのも分かります。だから琥珀はご存知のように九時か、あ違うわ、朝しか九時にしか出ませんから、でまあ九時から入ってきてですね、で最近ここに石粉、石斧のいい材料ができていて、それがずっとこっちまで来て関東からも出てくれました。だからものすごく広域にね物が動いて、で例えばこの翡翠は、北海道全域礼文島、それから沖縄にも水石で出てくるようになってます。黒曜石はサハリンにも、北海道の黒曜石はサハリンにも沿海州にも行ってます。だからあんまりね海を越えてないんですよ。やっぱり自分の周り大事にしてたんというかな、だから定住と、だから定住を満足させるために他との助け合い、足りないものを、要するに定住を保管するための物流生産ということもやってた。だから生産ができなかったんじゃなくて、やっぱり自分たちに必要な生産科学ってどこまでなのみたいなことをちゃんと知ってたんじゃないですかね。もう少し日本人も考えてね、将来考えてどう生きるか、どう生きるのかっていうのを選択していかないといけないんじゃないですかね。なんか日本人は新しいもの好きでね、新しいキャラ何でもいいと思って、もう少ししっかり考えて日本の将来、縄文人以来の私たち祖先の暮らし方、だから特にやっぱり心に学んでほしいような気がしますね。ということで嬉しいですかね。なんかいろんなことを言いたかったんですけど、だから米作りもね、あの朝鮮半島は、朝鮮半島までは今から4000年前にも来てるんでしょ、明らかに。だから中国の南、浙江省あたりはもう7000年8000年前から米作りしてたんで、いつでも日本に入ってこれておかしくないんです。で実際必要なものは入ってきてるんですけど、やっぱりこの米は受け入れてなかったところに、やっぱり受け入れる側のその選択性って言ったらいいのかな、俺たちはそんなものいらないよって言える、そのことが大事なんじゃないかなって。でずっと入ってこなかったんですよ。僕は西日本はもともと生産性の悪いところで、縄文にはあんまり向いてなかったんですね、だけど中石化っていうか、あの低い、水田になるにいいような場所が早くできて、そして生産性も低かったんで米作りを導入したというのが実態でしょうね。今まで考えたよりも500年以上も早く、 今から3000年ぐらい前に、北九州には米作り入ってきてるんですね。でも瞬く間にこの辺からこの辺まで行ってるんですよ。もうここから北はやっぱりあのそもそも縄文的環境が非常に良かった、落葉広葉樹の木の実のなるそういう場所で、栗や、土地や、まあでもそういうものはもう主食に近いような、だけど米に代わるような主食ではなくて、やっぱりいろいろなものをこう総合的に取ってるんで、非常にバランスのいい食生活してると思いますね。まあ塩なんかもねなくたっていいわけで、本当はそういう意味で私は今自分の家の周りにできるだけ野草、食える野草を植えて、それから免疫力を高めるために梅干し作って味噌作って、今は大根干してたくあん作ってますけど、干し柿もね、でもあの目に見えないものは、目に見えないようなものは食わないと、わかりますか、自然の形したやつをできるだけ自分で料理して出生もわかるものを食べてますね。私は宮戸島ってところに、宮戸島ってところに、まあ、30年ぐらいずっと通ってるんですけど、島の漁師と仲良くなって、島で取れる海苔を食べてます。これもいいですね。ぜひあの地元でそれぞれの地域で取れる、それぞれの地域の何て言うのかな、
エネルギーがこう凝縮したようなそういう安全なものを食べて、ジョンボ人の心を少しでも分かって、祖先のね、決して先住民じゃないんですという話ですけど、よろしかったでしょうか。ちょっと先住民って言葉気になったんですけど、はい、最初から住んでいる先、最初に来た人、4万年前に来た人は先住民ですね。だから縄文人も旧石器人も先住民だというふうなことを言って言うならいいんですよ。ところがもともと北海道に住んでた先住民 でそこには先住民だと認めたわけってことは、そもそもそこにいたの私たちヤマトが あれしたんだということを認めた。そうじゃなくてもっと主体的にそこにいた人たち、そういう意味で先住民と言われて喜ぶのはなんかおかしいなっていう気が私はするんですけどね。確かに先住民ですよ、それはそうなんだけど、だからその価値観がね、先住民として認められた、おかしくないですかね。私はなんとなくそれ、それ以降、だから、トランプ大統領なんか移民はって言ってるけど、自民が移民なわけですよね。そうですね。で、先住民がいたわけですよね。そうですね。で、それは先住民っていうことを自覚して、先住民たちは今はアメリカ移民を言ってるわけで、俺たちは最初来たんだ、で、自分たちの権利を認めろっていう運動が起こってるわけですよ。いや、そういう意味で、アイヌも言ってんなら俺はいいと思う、でもやっと認めてくれたっていうのと、今までの歴史を思うと、そんな当たり前だろうと。いや、当たり前のことをやってないから。そう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 。そういう意味ですよね。もっと誇りを持って、俺たちはずっとこの北海道というところに、主に北からの影響で、さっきは朝鮮半島って言いましたけども、北海道は2万5000年ぐらい前にシベリア沿海州から2万5000年ぐらい前にものすごく強い影響で、北海道入ってきてるんですよ。で、それまでに本州から行った人たちがもう 3万年ぐらい前にいるんですけど、言ってみればそれ本当の先住民感ですね。その後北から来て、で、それ以降北海道はオホーツクの方とか時々大きな海洋民、海の民みたいなのが流れ込んできてるという歴史持ってるんですね。ただ、ね、まあ本当の先住民って言うけど、それは本州の先住民ですね。4万人した人は。そうです、そうです。だから北からやってきた2万5000年前にやってきた時は、まあ、北海道には人がいなかったんですね。いや、それがね、いたんですよ。あ、そうですか。本州に朝鮮半島から入ってきた人たちが北海道まで行っちゃってるんですよ。だからそういう意味では本州島と北海道半島には行ってるんですよ。で、沖縄には行ってない。で、それを今みんな一緒くたにして日本のルーツだと言ってるのは、ちょっと待ってよっていうのが私の立場です。あ、じゃあもう旧石器時代にもカヌーがあった。そうです。その津軽海峡はそうです。そうです。それは新人段階の、世界の新人段階の人たちが、さっきオーストラリアにも斧ができると言いましたけど、そういうふうに文化的な影響を受けてるとかいうことで、これは新人は国会技術を持ってるっていうのは、まあ認められてることになってるんで、私はいいと思いますけどね。それからね、例えば神津島の黒曜石が本州から出て、で、神津島ってつながったことは、旧石器時代はつながったことないんですよね。ところがちゃんとそれが上陸してるってことは、まあ、マリプリがどうかは置いとくとしても、海を渡ることはできた。これいくつかの証拠はあります。北海道も、証拠っていうのは、その黒曜石が移動してるっていうことで、要するにその渡った手段は分かってない。分からない。それは物が出てこないと分からないですよね。まあ、それは今回の、まあ、科学博物館中心にやってる沖縄の、船で台湾からその渡ってこれるかどうかってやってるじゃないですか。
まああれはどんな船だったか分かんなかったから最初は足船使って、うん、最近はもう足船じゃダメだからって、木でね船作ってんだけど、でも沖縄には旧石器時代にそんな道具ないんですよとかいろいろ問題ってあるんですけどね。いやそれは、本州で作った船ですよ。あれ台湾で作んなきゃいけないんだ。ああそういう意味ね、うん、だから全然実験公開になってない。ああなるほど。要するに日本で作って向こうに持ってってきてるのでなるほど、うん、それは考えられない。要するに本来だったら台湾に石器があって木もあって、それは今なくてもいいんだけど、少なくとも3万年前にあって切ってそこで作ってきたならいいんだけど、日本で作って持ってって、うんうん、なるほど。まあ、そういった時にちょっと思いつきで言うんですけど、私 の、 その古い植物をやってる人たちが旧石器時代もあったかい時期があるんで、今の、海を想定しなくてもいいと、今は水分、今の海を想定しなくてもいいけども3万年前だともっと、まあ、離れてる海岸が海に出てたっていうか、多分いや近かった、うんうん、そうすると黒潮の流れも変わっちゃうわけですよ。あ、そうそうです。まあまあ、そういう意味ではね、その俺の友達が言うには、その旧石器時代も環境一定じゃないんで、暖かかった時期もあるし、でそれはもうちょっと細かなで、地形復元したり、でそれは地形だけじゃなくてそこには植生も植物も生えてたんで、そういうことをトータルにしないと植物をその時代時代にどう利用したかとか、そういうことも描けないんじゃないと。で縄文文化の始まりはもうちょっと南の今水没したところにあるんだって言ってましたね。なるほど。ちょっと最近びっくりしたんですけど、八重山に南、もっと大陸よりの大陸の大陸棚ですよ。 あそこの大陸棚が現れてて、そこに植生があった時期があるんじゃないかと。でそれは縄文文化で、でね俺びっくりしたのは、今日南のこの辺のその縄文がね実は早いんですよ。本土に先駆けてなってるんですよ。でそれは寒いとこからだんだん暖かくなって早めに縄文環境ができてるんですね。それに適応したいろんな、まあ、動きがあるんです。後ろの浜さんね、これ早咲きの縄文文化って言われて早いんですよ。ところがどんどん温暖化していくと、ここはね照葉樹林ってまあ、テカテカしてる葉っぱに変わってって、でそれはね暗いジメジメした森で木の実もよく取れないくなんですね。そうすると今度こう途端に人いなくなるんです。いや少なくなるんですよ。でそれだんだん上がってって、でこの辺まで来ていく。でそれが安定するともうほとんど西日本は縄文に不適当な地域になって、で今ここで言いたいのは、だんだん暖かくなってきた時にここに早く縄文環境になって、で縄文環境に適応した縄文文化はここは本当は一番早いんですよ。ところがそれをね、うん、あんまりちゃんと、でそれはこの地域が、水没する前に平原になってて、そこに落葉古樹林がいたはずだと。でここは縄文の本当はルーツで、それがここに来て、ここまで来て、それでほぼ北上してきたんじゃないかと、私の友達がそう言い始めましたね。お前大陸って朝鮮半島の、いやいやもっとこっちのこっち、あこっち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 の大陸だ、はい、言われてみるとねこのこと考えてなかったですよね。いや分かりませんよこれ、うん、2、3日の前の話、2、3日前の話あちの、うん、はいはい、ルートとして、まあその大陸サハリ北海道はあるわけですね。で朝鮮半島とそれからまあ南から北ルートあるけど、中国からダイレクトっていうのは結構昔から言われてた。はいはいはい。だからそういう視点もないんですよね、うん、おっしゃる通りだと思います。実際文献的にも例えば渤海国ってのがあって、その渤海がもう北陸に
芝生を到達してるとか、まあ、そういう歴史はあんまり日本の歴史は表に出てこないですけど、それから 北の動きだってものと、さっきちょっとオホーツク文化というオホーツク海の方から海洋民、海の民がドゾッと押し寄せて、で日本の文化とこうミックスしてるんですよ、明らかに。で新しい飛び荷隊文化っていうのを出してるんですけど、そんな風に、この辺にもしょっちゅう人来てます。それから特に海の人たちがずっとここまで来てますね。まあ、それは使ってる、漁労具なんかは完全にこっちの伝統ですよとかね。でさっきもちょっと言いましたけど、黒曜石、石斧のあれなんかみんなこういう風に動きがありますんで、このルートから、この海のルート、それ今漁石材の場合は立橋しか考えないんですよね。船がなきゃいけないけど、ものすごく狭まって、こっちだったら氷ついて氷の上歩いてこれるという、やっぱり人力でものを考えてきて探索まで。でおっしゃる通り、今でもごく最近までこの辺の人たちはしょっちゅう宴会するまでリンゴ掘りに行ってたりとかですねしてるし、まあこの辺は記録にも牧歌の人がよく来たとか、まあ、そういう話はおっしゃる通りだと思いますね。でも私はここにたくさんあれなんだこれ、そうか、たくさんのルートを引いたのはそういうことなんです。僕自分でミトコンデラ DNA を調べて、そうするとこう北海道のレブンとか宇宙にあるような方だ、女性を母親の祖母をずっとたどっていくと、まあ、そこに行くっていうんで今泊まり遺跡、レブン島に行ったんですね。これですね、これ最後津軽海峡海湖で渡ったの、津軽海峡、津軽海峡か、その時にレブン島ちょっと遺跡見てみたいなって、さっき言ったように、遺跡行ったら、自衛隊の艦舎が建ってたんです。だからその艦舎を建てようとしたら見つかった遺跡です。建てようとしたからってか、建てるから遺跡が壊されないように事前の発掘をしたと。事前発掘してそれを、まあ、今の博物館にあるわけですけども、はい、そこに芋貝って南の方しかない貝のペンさんとかあったり、まあ、あとまあ翡翠もあるし、まあ、この間その、ね、南の貝って言われましたけど、実際は、はい、あれは宴会所なんかにいっぱいある、ビーズ玉で誰が南って言ったのかなって実は思ったんですけどね。それとね、もう一つ礼文島を北海道の縄文人の代表にすることが私は疑問なんですよ。なんでかというと、ここは外との交渉もすごくあるところで、この本土で本州と、北海道島でじっとした人とは全然違う。こういうルート考えなきゃいけない、やっぱりこの人、ここに出てきた人考えなきゃいけない。で、それを考えるためにはここの人たちの DNA はちゃんと取っておかないと。ここは北方の代表していいかどうかっていう、そのなんていうんだろう、基礎固めがね。私さっきちょっと縄文の代表はこの三眼中の貝塚の人骨だけでやってるとか、そういうのはね、その縄文人のこの地域の普遍的な DNA なのかっていう、まず一番根っこのところの抑えをしてほしいんですね。いや、その僕の DNA、 ミトコンデリア DNA が、まあ、アフガンに似てるっていうのはあそこから来たっていうだけではなくて、母親は茨城なんですね、だから茨城から向こう行った可能性も、行き来した、はい、それも分かるんですけど、これは茨城のものなんだというほどサンプルがねサンプルがいっぱいないうちに、そうではなくて、私がそのずっと辿っていくと、その北の方、北海道の北の方から来たんだろうっていうんじゃなくて、それ型が似てるというだけで、だからそれで母親はたまたま茨城生まれなわけで、だから
だそこの水戸館 DNA、うん、特徴的な水戸館 DNA じゃないんで、むしろこうその北の方の縄文人の方と似てるというだけで、まあ、あの話ちょっとそらすようで恐縮してですけど、今その現代人に 92% ぐらい大陸系の DNA があると、なんと縄文人も、1% 近くあったんだなんてことを驚いたからのように言ってるけど、考古学的には縄文人の血統を引いてないなんて考えられないんですよ。そうした時にその現代人のサンプルと言ってるのはどっから取られたサンプルなの、どれだけやってんの、地域性ちゃんと考慮してんのっていうのは俺は気になるんですよ。だから今ね、新しく、大きな科学研究費を取ってあの現代人の DNA を調べる大型プロジェクトが立ち上がったっていうのはあの新聞に書いてあるんですけど、ぜひその成果見たいですね。でなぜそういうことを言うかというと、最近ね、新しい成果が出てくるとみんな今までのモデルがみんな壊れていってるんですよ。だもっと単純に考えてたんだけど、例えばここの富山にね、富山市に小竹貝塚っていう90何体、今から7000年ぐらい前の6000ぐらいかあの人骨は出てきたんだけど、もう多様な DNA 出てきてまとめきれてないっていう、それは当たり前でしょって、人は動いてるし系統もいろいろ入ってきてるし、だからそういう意味ではすぐ何か見つかったら何々系統だみたいな話じゃなくて、この地域の基本的なそれこそ先住民の DNA は何なんだとか、でそれがずっと歴史的にどうつながってきてるんだっていうのをもう少しサンプル持ってから初めて実証的な話をしたらどうって思うんですね。とにかくそれもね、ちゃんと論文に書かないですぐ外出書に書くのやめてって言いたいし、すいません、あのちょっと他の先生方に言えないからちょっと。いや、絶対的権威ですからね、日本の人類学は。日本の人類学は絶対権威ですよ。白い巨頭の中で育まれた学問分野ですからね。ねってだから東大系じゃないとちょっとね、機械もちゃんとゲットできないし、で東大には二重構造仮説っていう萩原和夫さんが作った大陸系渡来人が200万人も来たっていうね、二重構造仮説っての知ってますか。天孫降臨して北の南に追いやったみたいな話なんですけど、縄文人がいたところを渡来系の人が来て北と南に追いやって、だから東北とか琉球沖縄はね、その追いやられた縄文の末裔だって、そういうことをはっきり言ってるんですよ。でそれで渡来系が90何%、俺たちはみんな渡来系に来た人たちの子孫なのって、絶対違いますね。それはそういう地域もひょっとしたら来ないとかね、あったかもしれない、何々天皇のおばあさんは渡来家の人だったとかね、まあ、それは本当なんだとは思うけど、じゃあどういう人たちがどういう形で入ってきて、それぞれの地域でどういうふうにその、まあ、DNA を残してきたのかと思いませんか。もう一つ決定的なことを言いたいんですが、植物の DNA、 米の DNA で一世を風靡したおじさんがいたの、誰か知りません。米の DNA で一世を風靡して、今その人は、文科省のお偉さんになってる専門家がいるんですけど、知らないですかね、知らないの私から言うのもなんですが、佐藤陽一郎っていう米の DNA やった人がいたでしょ。ずっと一緒に中国旅行したりしてね、あの一緒に遊んだんですけどね、植物学者たちは、サンプルの取り方もおかしいし、何よりも一番問題なのは地中から出てくるものに本当に DNA が残ってんのという基本的な問題をクリアしてないと言ったこと分かりますか。遺跡から出てきて DNA を語るのは極めて難しい。
で人類人骨の場合はね、もうまあ俺の知り合いの DNA やってる人だと同じ目線で話すると、やっぱりね、そうなかなか簡単に出てこないし、それから出てきても自分の混じってる空気中にあるの混じってるかもしれないって、ものすごくそれは神経使って排除してると。でそういう中でやっても取れるやつが数体に1体しかない。それも歯の下とかね、歯の根っこ抜いたところのその下とか、そういう独特のところしか残ってないって言うんですよ。でそれも出てきたやつをまたいろいろ増幅して、それからやっと検査にかけてるんで、なかなか難しいんですよと教えてくれましたね。だからもう一回言いますと、地中から出た、来たもののを三分にする DNA 研究は、犯罪捜査に使われるような DNA 検査とはもう全然レベルが違うと思ってた方がいいと私は思います。だからその辺もね、私なんかまあ人文の出身ですけど、代々遺跡の解釈なんかにはいろいろな科学的な手法が張り込んで助けてもらってます。だけど相手の科学性とか資料操作とか、そういうのをしっかり同じ目線で議論しないと、どこまで安心して使っていいかわからないですね。で歴史的に見ていくと、潰れていった方法いっぱいありますよ。皆さんご存知かね、脂肪酸分析っていうのが一世を風靡した時期があったんですけど、要するに人間の体、動物の体、生き物の体には脂肪酸が残ってる。例えばバターも脂肪ですよね。あれはそういう乳製品の由来 の脂肪酸だと。でこの頃より廉価に作るために植物性油脂を混ぜて、まあ言ってるのはマーガリン、マーガリンを植物性由来なのにバターとして売ってるとか、そういうね、食品の何て言うんだろう、安全性とは言わないかな、審議をね審査するので脂肪酸分析っていうのはやってるんですよ。だから現代のものには通用するけど、遺跡からもう出てきた骨を鑑定した時に特有の脂肪酸分析、脂肪酸の配列持ってると、配列じゃないんだな、質量 の組み合わせがあると、言ってるんですけど、遺跡のやつではうまくいってないですねとかね、いろいろ科学的な方法は限定的にと言ったらいいかな、有効性をはっきりお互い認め合わないと。俺たちの発掘だって科学やってるんですからね、少しは俺たちの言ってることも認めろよって言いたいですけどね年代性不測定なんかどうなんだ、はい、はい、なんか僕人類学会で2300年前っていうことを言ったら、関野さん古いですよ、今3000年前ですとか、これはですね、まず一つは、加速器測量、加速器質量分析系っていうのが導入して微量な炭素もしっかり読めるようになったというね、方法がものすごく上がったんですよ。で上がったんだけど、大気中のその時代その時代の、炭素濃度、つまり二酸化炭素ですかね、炭素濃度のがこう変動してるんです。で炭素濃度は一定ならばどのぐらい減ったかでもって年数は読めるんですけど、これがふらついてると、これより何年前って言った時のこれが古く出てれば、これ当然新しく出てくるかなというふうにね、大気中 の炭酸ガス、炭素濃度が変わってるんで、炭素濃度が変わるってことは放射性炭素である炭素14も変動して変わってるんですよ。それを一定だとして測定してデータを出してたから、弥生時代の年代がものすごく変なんですよ。それは大気中の濃度が変わってるんですよ。
だから弥生のやつは仏像があって、年代書いてあったりとか、それから中国で使われた例えば貨幣が確実に出てきる、それと一緒に出てきた墨だとかいうことで、その年代を補正あの合わないし、日本と全然日本っていうかあの理論値と、でそれは何のことない大気のどんどん変わってたんで、あの合わないはずなんですよ。でそれそういうことが分かったのも最近で、それはなぜ分かったかと言いますとね、年輪精密に炭素を測る、米粒でも測れるようになったんで、昔は大きな丸太ぐらいないと測れなかった。だからうまく測れなかったんでプラスマイナス何年って非常に幅のある年代を出してたんですけど、今それを測れる、もっと精度が高く米粒1個でもやれるようになってます。で米粒1個ってことはジャストその年のものが測れるってことです、ね、1年1回しか木の実ならない、米ならないでしょ。そうするとその年代はその年の年代を測ってるってことになるんですよね。でそういう意味では精度がすごく上がってきた、というのが一つね。だから誤差範囲どんどん狭くなってきてます、プラスマイナス今20〜30年ぐらいで、まあ、それが一つね。それは今先生の言ったことに何も答えてないんですけど、もう一つ答えてるのは年輪があるでしょ。これ日本の場合四季のあるところの年輪は年に1本しか出ないんですよ、アメリカの乾燥地帯だとあの年に1本じゃないらしいんですけどね、日本は年に1本しか出てこないんで、年輪の挟まってる炭素をさっき言った米粒と同じぐらい精度高くそれを測れるようになったんです。そうすることによって炭素濃度の変化読めて、それで補正してやることができるようになった。年輪年代測定法っていうのが、年輪年代で測定する方法が日本で、これ日本で開発されたんです。日本で水谷っていうのがやったんですけど、その人がそういう補正曲線を書いた。でそれ各国で作ってて、今その国際標準もできてって、国際標準補正曲線みたいなのがあるんですよ。でそれであの全世界も、それからあの正しい年輪に基づいた年代が出てくるようになって、でちゃんとした年代を測ったら、今まで測定値だけで言ってたのが、旧石器時代だと1000年ぐらい本当は古いです。が縄文時代も、まあ、縄文中期ぐらいで500年ぐらい実際より古いです。だから三内丸山は今まで、1500年間って言ってたんですけど、実際測ったら1900年間ずっとあそこにいたというのが分かってきたり、だけどそうやってね、あの分かってきたんだけども、教科書にも書いてあるし、いろいろ書いてあるんで直せないんですよね。だから大本営発表みたいなことあればいいんですけどね。私は文化庁にいた時にそれ絶対やるべきだって言ったんですけど、できなかったですね。教科書は変わらないから。だけど私はこういうのを書くときには、あの両方併記してます。はい、年代のものはそういうことですね。だから古いんですよ古いんです。でも3000年前に遡ってもおかしくない。はいはい、米作りですか。いや、じゃなくて渡来人がやってきた。え、いつの渡来人あの弥生の渡来人ね。そうそうそう、うん、はい、いや、渡来人と言われるとね、もう弥生しかイメージできないこと自体が私は問題だと思って先生さっき言われたように、いろんなとこからいろいろいつの時期が来てるわけです。いや、何をもって渡来人というかですね、3000年前の米作る最初に持ってきたのは、今まで、BC、まあ、300とかぐらいに言われたんですけど、今 BC 1000年ですね。だから、まあ、今から3000年前、北九州に上陸していることは間違いないです。これは浮かないでしょうね。でそれはまだ考古学者は、あの考古遺物と年代合わないからって反対してる人もいっぱいいるんですよ。だけど俺は手続きちゃんと踏んで、今言ったような補正もして、で出てきた年代は少なくても今までよりもはるかに信頼性あると。ただしですよ、ただしまだまだプラスマイナスついてますし、まだまだ例数がいっぱいないし、測定誤差とそれから統計誤差があるんで、まだ一定の幅を持って、あのプラスマイナスついている幅に収まる確率が 85% ぐらいなんですよ。
でどうしても中央値書いてあるとその年代だと思っちゃうんですけど、そのプラスマイナスの幅に収まる確率が 85%、 そこから出る、ましては中央値が 100% では絶対ない、それは覚えてください。BC300 と BC1000 で中国の状況が違ってくるので、そうです。それで僕はその渡来人は弥生人が来た時に何でやってきたのか、手前にさっき言った食い詰めたっていうか、春秋戦国時代で、まあ、戦乱が嫌でな、こんな戦争ばっかりやってんだったらもうちょっと冒険して日本列島行ってみようじゃないかっていう連中じゃないかって僕言ったら、時代が違う、うん、それは狂っちゃうわけ、うん、まあそういうことを言って逃げたんでしょうね、それはその前にね、私はこういう本にも書いてあるんだけど、弥生人は来なかったっていう章を設けて書いてるんですけど、つまり、弥生人は来なかったんですよ。でつまり渡来人もドトッと、なんかさっき言った萩原仮説みたいに、まあ、200万人も来たみたいな話は、まあ、数字の問題じゃないんですけども、とにかくたくさんの人が来て日本の DNA をね変えていくほどたくさん来たとは考古学的には絶対思えないですね。でさっき言ったようにつながる文化が確実につながる、土器の作り方ってつながってるし、まあ、変わってるのは信頼のそういうハイテク、例えば鉄を作るとか、それから水田をやって米を作るとか、そういう技術革新は間違いなくありますよ。でも例えばそういうのは明治時代のあの時の、テクニックね、それから戦後の、いろんなテクニック考えたら渡来人いっぱい来て伝えたわけじゃないでしょ。でそうやって見ていくと、あの古代史なんか、古代史ね、あの機内にね、あの、まあ、都ができた時に、あの仏像を作る仏師を呼んだりとか、河原博士だとか呼んだりとか、明治維新の時と同じような人の呼び方はしてる。でその時はやっぱり家族もついてきてるとは思いますよ。でもそういう人たちが、そこまでいた受け入れ先のそこにどっこいずっと住んでた人たちをどこまで変えていったかって話になってくると、あの一般集落にそういった形跡はほとんど残ってない。で、まあ、そういうふうに言うとね、あの一画だろうっていう、例えば群馬には朝鮮系の古墳が作られてます。でそういうのはもともといたところの母性をやっぱり引っ張ってきて、新しい母性じゃなくて自分がいたところの母性を、まあ、代々引き継いでる可能性がある。そういうのを見た時に俺初めて精神生活、日常の暮らし、そんなものを持ちながら集団移動してると私はそれで初めてそれを認めるって言い方おかしいと考えます。だからそういう意味では、うん、例えば三内丸山はあれだけ大きな村になったんですけど、あれは南の人たちが、まあ、食い詰めたかどうか知らんけど、北上川を相当ね、いろいろその祈りの道具だとか、まあ、土偶だとかね、それから、まあ、その祈りの道具なんかみんな担いで持って上がっていってるんですよ。でそれは私が仙台から出てきて東京の家に仙台で使って管理さんに玉入れもしてもらったあの神棚をやっぱり持ってきて、だから今度実家の仏壇、実家潰しちゃったんで実家の仏壇持ってきて今荻窪にね両方置いてますけど、やっぱりそういうやっぱりね、精神生活はやっぱり一緒に連れて歩くんじゃないですかね。あともう一つ、さっき今明治維新の時に、まあ、うん、一応欧米からどんどん技術とかを持ってきたわけですよね。で戦後はあのそれはもうあれ革命だとすると、あのまま行ったら、まあ、植民地になっちゃうかもしれない、そういう危機感もあったし、で戦後は戦後でもう焼け野原で、そこからいろんなものを取り入れなきゃいけない。だとしたら
弥生人が来た時も何か必要があった、うん、いや、それ弥生人がやってこなかったっていう、まあ、来たら、うん、来た、で、要するにそういう技術を戦後とか明治維新の時のように取り入れたとしたら何か必要があったわけですね。そうですね、うん、それは何だったんですかね。食料が足んなかったじゃないか。いやなんでやられてはね、いや、そういう、いや状況ですね、こう、うん、今、うん、いや、ちょ、その前に俺さっき来たことばっかし考えてんだけど、あ、じゃなくて受け入れ方の状況ですよね。そうそうそう、うん、だそれは米の場合は西日本は、縄文生活に、ふさわしい森がなかった、うん、それからもう一つは沖積化が進んで、まあ、沖積化って分かりますかね、ドロドロしたその平野部分、平野が出来上がってって自然ができる場所が西日本は早くできてるとか、そういう背景が準備されて、あのそういうものを受け入れるのができてきた、うん、で今言われましたようにドゾッと受け入れたらやっぱまずいんで、その完全に取って代わられて、うんと朝鮮系の人たちの村がポツポツできるようなことにはならなかったと思うんですよ。でそれは明治の時とも同じだしと思うんですね。だからまあ、移民をどう受け入れるかみたいなもん時もそういうことも考えながらと私は思いますけどね。でそれをそういう問題点が出てきそうだからもう完全にシャットアウトしちゃうみたいな考え方はやっぱり人間的ではないなと思いますけどね、はい。時間が、9時になっちゃったので、なんか質問がある人がいれば、はい、どうぞ。あ、ちょっとマイクあの録音してるんで、うん、ありがとうございます。話噂だけでちょっと聞いた話なんですけど、縄文時代を見直す背景に、縄文時代は争いがなかったっていう話を聞いたことがあります。それが本当なのかどうか、あの背景も含めて教えていただければ。はい、その争いと一言言われても困るんですけど、もうちょっと狭く、例えば戦争はあったのかという話でよろしいですかね。はい、うん、争いはねないはずはないんで、これは人間である以上だけど、そのいろいろな形で証拠に残るような戦争の痕跡はあったかということで、戦争はじゃあ何で語られるかというと、まあ、一つは、まあ、人類学的には戦争で亡くなった人がいたかですよね。それは、例えば矢を射られて、絶滅したとか首が切られてるとか、そういうものは、骨に証拠があるのかということから言うと弥生時代からあります。例えば銅剣がぶさっと刺さったりとかですね、それから矢尻を撃たれて、でそこで絶命してる。なんで絶命してるか分かるかというと、射られた後骨が増殖してない、うん、つまり治ってない、でその時死んだっていう。でそういう、それから青谷上市っていう鳥取県では90何人分、老いも若きも、若いのも年寄りも90何人分一網打尽にやられて、それが大きな溝に捨てられていて、でそれにはそういうさっき言ったような傷があるということは一つですね。でそれもそんなにないですよ、もうたくさんの下屋が出てくるなんてことはないんですけど、確かね弥生時代では300体ぐらいそういうのが刺さってる人骨が西日本中心にボツボツ出てきますので、まあ戦争に近いことはあったと思います。じゃあそれに対して縄文人は矢尻が刺さっているケースが十数体あります。
だから矢尻で死んだ、あ、死んでないんです。そしてその骨が増殖してるんです。つまり入れられちゃってるけど、ちゃんとその後も生きてるっていうことは、少なくとも殺そうとしてなかったってこと、まあまあとは言えないかな、言えないかもないけど、要するにシミュレーションになってない。だから殺すことが目的で、それが結果で死んでないんで、それからあまりにも例数が少ないんで、まあアクシデントで刺さっちゃったとかね、そういうことはあるにしても、あの戦争の証拠には私はならないだろう。それから弥生時代になってくると言いますと、明らかに武器が出てきます。武器、日常の道具じゃない武器が出てきます。じゃあ何をもって武器というかというと、これもちょっと難しいんですけど、まあそれ以後の武器につながるルーツがちゃんと出てきて、でそういうものを縄文に探そうと思うと、まあ矢尻しかないんですね。ということでよろしいでしょうかね。これでね、もう一つは、多分これ俺解釈なんですけど、お互い認め合いながら、できるだけそういう人と人とがガチンコするようなことをね、避けるためにどうしたらいいかってことをね、やっぱり縄文人はものすごく考えたと思いますね。それは縄文に行ったことはないんで私は分かんないんですけど、まあ東北でと言ったらいいですかね、私自身は新潟なんですけど、暮らしてみてね、やっぱこう基本的な人と人との付き合い、絆ってこの頃よく言いますけど、共同体の作り方がね、やっぱり違うんですよ。やっぱお互い認め合ってどうしたら助けていけるか。で私は漁師さんとよく話すんですけど、まあ嫌なところも面白ないところもいっぱいあるんだけど、一緒に海に出たら俺の船こけたら助けてもらわなきゃいけないから、もう普段どうしたら仲良くやれるのか、それから天から授かったものをどうしたらそのイーブンに分けてね、みんなでいただけるのかというようなことを常に考えてる。神にもらったものをね、先生にあげても金取るわけにいかないもんなっつって、俺はいつもニコニコ土産もらって帰ってくるんですね。さっき弥生人がやってこないっていうのは、やってきたとしても少数そのだという説にのっとって考えると、その弥生時代になったら急に、急にってないけど戦争が増えたっていうのは非常におかしいんで、僕はそのやっぱり やっぱり農業っていうか集約農業、米作りを始めたが、縄文時代はまあ栗とか栽培してたかもしれない、基本最終資料ですよね。最終資料、世界中見ても、現代の最終資料見ても戦争あまりしないですよ。できない、してもしょうがないっていうか、要するに物を蓄えないわけですね。蓄えるようになったら農業やってからなので、だからその制御が変わったから多くなったんで、弥生人が戦闘的だっていうことじゃないと思うんです。はい、私もそれも全くそのとおりです。だからそんなにさっきちょっと頻繁に起こったようなこと言いましたけど、弥生初期米作り完全に入れてるんですけど、初期はないですよ。弥生も後期になってから、終わりの頃になってからそういう証拠が出てくるのと、それから鉄を導入したのは今まで弥生と一緒に導入したように言われたんですけど、実はそうじゃなくて、弥生の真ん中から鉄入ってきてるんで、そういうこと、いろんなことから言って、そのいろんなこう条件が集まってきて、で一番はやっぱりね、まあ、これも言うと問題あるんですけど、戦争を起こしてみんな権力者ですから、そこを、いやだ、権力者がこう出てくる背景には、やっぱ物を蓄えるってことで、分業が起こるってことがなければ、いや全く同感です。はい、その通りだと思います。だから権力者ね、どうしたらいいですかね。私もずっとそれなりに霞あたりで生きてきたんで、権力のあり方はよく分かってるつもりなんですけど、金絡みで。他に、土器の話で一つお伺いしたいんですが、今年上海の博物館に、上海の博物館に行きまして、陶器の土器、陶器の一番最初のところに、まあ、万年先人堂っていうところ、何章ってのは書いてないですけど、BC6800 年ですか、
もっと古いんじゃないですか、万年、まあ、書いてある6800年前って書いてありましたけども、うん、まあ、あの縄文というのは高校のマークモース先生がおっしゃって縄文というのだったのか、同時並行期にそういうあの中国にもそういうのを作ってた人がいたのか、まあ、同じような人たちだったのか、ちょっとそれがたくさん出てないんで、ですね、関係ないですね、関係ない、関係ない、全く関係ない、同時で、同時に発生したっていう、あ、そうそう、明らかにこう、それはもう発生の問題から言えばもう間違いなく同時多発です、はい、うん、それを今まで日本のやつがあの炭素年代で早めに古い年代をゲットしたんで、いかにも日本のやつが古いように宣伝してきたんでしょう、ね、まあ、これもナショナリズムの一緒なのかなと思わんでもないんですけど、で最近はいろいろ見つかってくると、中国も北部、これどういうことかというとですね、あの広葉樹の豊かな森の林縁にあの小動物もいて、そういうとこが一番あの処理採取にふさわしいところなんですね。で植物も利用する、動物も利用するんで土器が生まれるんです。だから森林フロントが土器フロントにも当たってるんですね。でそういうところにこう発生してきて、でそこでぜひ覚えてほしいのは、最初に出てきた土器は文様がないんです。で世界で文様を持ったり、からこういうデコレーション、あのこあの口がこう波打ったりしてるじゃないですか、火炎土器みたいな、ああいう土器は日本だけなんですよ。でじゃそれは縄文土器です、うん、だから縄文土器と他は全然違います。それでもう一つ、そうした時に沖縄は文様ないんですよ。だから私は沖縄は縄文文化の範囲ではないと言ってるんですけど、いいですかね、はい、まあ、明らかに酔ったあの紐でゴロゴロってやってるというのは同時多発ということで、いやいや違います、土器を作るってことは同時多発、うん、まあ、ちょっとこれは写真はありますけど、だからあるでしょ、あるんだけど、それはあのね、どういう寄りかとか、こんなにあの寄りを多発して、そしてその波打つような公園とそれがこうマッチしてて、でそれに老化色をしっかり持ってるっていうのは日本だけです。で似たものは確かにあるんですよ、うん、だから私は全くないようなこと言いましたけど、特に中国は縄を板に巻いて叩くやつだとかね、あのその回転させてるっていうのは、私は知らないですね。でじゃあそういうレベルで言うと、宴会所に行った時にやっぱり数点ありました。だから全くないとは言うが、アフリカにもあります、ありますね、うん、アフリカ、アフリカ、はい、あるんだけど、その今言ったように、縄を、あれだけ多様に、して編み方もいろいろして文様も、たくさんの種類を編み出してる、うん、そういうのはないです。はい、はい、それは、はい、ありがとうございます。他にありますか。あの鈴木遺跡が、まあ、日本でもね、あのすごく注目される初期 あの旧石器の遺跡だということなんですが、あの、あの武蔵野でもちょっと西寄り、最近あの私あの多摩地区にちょくちょく行くもんですから、あの、三谷さんとか高尾さんとかですね、うん、あの旧石器あるいは縄文遺跡でこういうとこ面白い変わったところあるよって、もしあれば教えていただきたいですけど、特にないですか、この神殿より西この辺で、東京の西側っていう、さっきも言いましたけど、校舎作るとか家作るとか、それで掘っちゃって、みんなもぬけの殻で一部の残されて行って分かるようなところは鈴木伊勢しかないですね、はい、残念ながら。ただ縄文遺跡はありますよね。あ、縄文遺跡はあります、あります、はい、あります、はい、それは例えば、私は杉並だから杉並の範囲ぐらいは分かりますけど、うん、あります、いっぱいあります、いっぱいあります。それであの一つだけね、うん、その質問に対してあの答えておきたいのは、
武蔵野台地はね水がないんで、うんうん、水はけがいいんですよね。え、水はけが良すぎて、風間大社から水はけが良すぎて、私の家の周りは縄文遺跡全然ないですよ。で、いや、どうしてかなと思ったら、荻窪の荻って分かります？あれは水辺に咲くススキみたいなやつなんですけど、荻って木あるんですよね。で、それが窪地に、つまりあのちょっと沼っぽいようなところ、そういう意味では、湧き水があるところと、それからもう一つは刷毛っていう言葉があるでしょ。あれは武蔵野台地の崖のところに浸透水が湧きかごを出てきて、それを飲料水にしてる刷毛があるんで、刷毛の周辺には縄文遺跡が多いですよ。で、そういうふうに見ていくと、はい。で、まあ、今日ここに持ってきましたけど、東京の遺跡散歩とかね、こういうのありますんで、これで見られれば、縄文遺跡、残念ながら私はちょっと頭に入ってないですけど、南多摩地方だとか、北西区域の縄文遺跡だとか、こういう本はまあありますんで、はい、あるいは区に行って担当者いますんで、多摩地区ですと30市町村、はいはい、はいはい、まあそうなんですけどね、東京はね、毎年文化財行政が遅れててね、普通全国だとほとんど担当者いるんですけど、東京はちょっと地下の文化財に対して冷たいですね。もう大変冷たいですね。はい、あのいいですか。はい、どうぞ。最後、先ほどの縄文時代は、まあ、いくつというか、普通の名前で、弥生時代にはいくつもあるというふうに言ってますけども、やっぱり状況を考えなきゃいけないのは、日本列島の中にどれだけの人がいたのか、どんなあの気候だったのか、どんな地形で、どんな川が流れてて、まあ、その当時の火山がどうだったのかとか、多分6000、5000万年になんか阿蘇山が大爆発して西日本がほとんど人口がいなくなるっていうような状況があったというのを聞いたことがありますし、でも弥生時代に遺跡がやたら多くなって人口が急増したっていう事実も聞いてますので、それがなぜなったのか、単に米が入ってきたっていう、でも米を入れてくれるその人たちがいないと、あのそういうふうにならないし、そういう技術があの伝播するためには、それとその人たちが入ってきたんではないかというふうに僕なんか思うんですが、いかがなもんでしょうかということで、ご質問でございます。はい、大変あの一言二言三言四言で語れる話ではないんで、どうしましょうかね。まあ、じゃあ、そういうものに、まあ、反論するというか答える形でかいつまんで言いますと、西日本に弥生時代になると人口が、増えてくる、これは遺跡数を見るとそう言わざるを得ないですね。で、それは今まで縄文環境に適さない地域に住んでいた、自然の恵みの恩恵があまりないところが、やっぱり農業というものを取り入れて、そしてそこで、人口が増えていったのは間違いないです。でもじゃあその時の人口って、どうなのかという話になってくると、人口正確に読み解けませんが、遺跡数でいうとね、縄文時代の遺跡、これは、東高西低って言われて、東には非常に多くて、ちょうど日本を半分に割って、まあ、どの辺だっけ、滋賀県とか三重県ぐらいから来たかな、で大体半分になるんですけど、 85% の遺跡は、縄文時代は 85% 北です。でその中でさらに北東北はまたさらに高い、
で、それに対して西の方は弥生になってくると完全に逆転します。完全に逆転して多くなることは確かなんですけど、でも実際それをどう比べていったらいいかっていうのは難しい問題あるんですけどね。で、今のところ、縄文時代の一番人口が、増えた時期、ほとんど東日本で30万人って言われてます。でも残念ながら弥生にはそういう数字が出した人はいないですね。ちょっと分かりません。だけど、遺跡数は確かに増えてる。で、それはだけどね、弥生時代のどの時期を取るかっていうと、さっきのその戦争の話もそうなんですけど、最初なんかないんですよ、全然。戦争もないですし、それから一番大きいのはね、形質が変わってない。さっきその骨の形が変わってない、東北の縄文人と弥生の北九州人をね、本場の人と比べたらものすごく差があって、入れ替えるぐらい差があるというふうに言われてきたけども、ごく初期に米作りを導入した、西日本の弥生人は形質的には全く縄文人です。何を言いたいかというと、血統が変わったっていうような話じゃなくて、米が安定して食べられるようになって生活様式も変わって、それで弥生中期本当に、弥生化するんですよ。それは大陸の文化とも違う日本の弥生文化ができるという意味でも弥生人は来なかったと言ってるんですけど、でそういう人たちを比べたら、例えばね、江戸時代の庶民と明治時代のあるいは戦後の庶民を比べたら、これ渡来人来たとしか言えなくなると思いません。だからそこで今問題なのは、前の東大の先生鈴木翔さんといった人は、その生活スタイルとか食生活をものすごく環境変化によって骨は変わるんだってことを言ってたんですよ。でそれは違った。その萩原先生っていう人がいたら、いきなりそういう二重構造化説のその大陸から来た人たちがっていう話が出てきて、でそれはものすごい一斉不備したんですね。でそれの今見直しにかかってるんで、さっき言ったその見直しの中の一つとして、私が今さっき言ったように、初めから戦争があったわけじゃないです。初めから人口が爆発的に増えたわけじゃないし、でそういう中で徐々に日本の環境にあった弥生文化が日本で生まれたんだと。でそれは縄文文化をベースにしながら弥生化した部分があるんだと、だからその主体者はほとんど変わってないんではないかっていうのが私の説です。で特に米作りを入れなかった、関という北は変わったはずはないのに、なんでみんなどれだけの結果出るのと、おかしいでしょ。だそういうこまめな話をしてほしいなってことなんですよ。だから先ほど話聞いてると、全く今まで、教科書だとかね、そういうのに伝えてきたような話が非常によく理解されてるとは思うんですけど、そこはまだまだ議論の余地があるというふうに、ぜひ今日の私の話を聞いてそう思ってください。私の言うことは絶対正しく、全部正しくは絶対ないんで、だけど少なくとも今までのそういう主張に対して違ったデータが今たくさん出てきてるし、それからもう一言言わせてもらうと、 DNA 今やってる人たちも2派あって、若い人たちはそんな簡単なモデルでいかないよっていうことを随分新しいサンプルで言い始めてます。でさっきのそのオタク会図館ってところもね、90何点ですけど、グループはいくつかに分かれてて、みんなこう今までのモデルじゃハマらないんですよ。だから縄文人もどっから来たかなんて単純な問題ではないと、そう言い始めてます。それに対して弥生の DNA ってあんまり取っていないんですよね。弥生中期のだから米作り始まってから1000年以上経った亀館に入った人骨
の13例ぐらいしか多分やってないんですよ、私が知る限りではね。だもっともっとやってほしいですね。でそれに対して弥生前期の人骨は亀神の人骨は本当に弥生化してますよ、顔つくの全然変わってます。だけど弥生人骨、前期の人骨はみんな縄文ですよ、その地域の縄文の開発から出てきた縄文と比べるとね。でそういう地域と時代の経緯を、きちっと踏まえた上でのそのサンプルをきちっとこう並べて、でその中から、解釈していってほしいなと。思いつきの解釈そろそろやめてっていうのが私の主張ですね。どうもありがとうございました。すいません。それでもっと詳しいことは本が岡村先生たくさん出してるんで、今日売るのに持ってきてるんだけど重たいからって少ししか持ってきてないんで何冊かありますので、在庫は私の家にあったのしか持ってこなかったんですけど、これは縄文文化は一つじゃないと、それぞれの地域にもう旧石器時代一つでしっかりした文化圏を持ってて、それはその地域に適応したのだという、今までの時代と地域の枠組みを書いた本です。それから、これはですね縄文人からの伝言って、私縄文生活を見習ってやってて、俺は今こんな生活してるよ、で現代社会はこんな問題があるけど縄文時代の歪みがからのあと伝統日本文化が崩れていって、それでこんな社会問題いっぱい出してるよっていうことを縄文に照らして語っています。これはぜひ読んでほしい、安いですし。それからこれはですね夢枕幕っていう小説がありますね、よく一緒に縄文遊びしてるんですよ。あの人も岐阜の山の中に入って縄文遊びしてるんですよ。川行って魚捕まえたり縄文土器作ったりいろいろで生活してる。私よく遊び行くんですけど、その2人で、各種の縄文遺跡を歩いて、そこの、遺跡の紹介とか対談してるやつ、これも気楽に読めるもん、ぜひ。どうしようかな、こういう本あるんでまずご承知ください。ちょっと見てある分だけ販売しますけど、あとは本屋に行って、できたらアマゾンじゃなくて本屋に行って買ってください。それから地形実験の公開講座、今年はこれで終わりです。